悔しさをバネに、混合ダブルスにかけたのです。そして、成し遂げた優勝。女子テニス日本代表監督の杉山愛さんは、加藤選手の精神面について。切り替えることは本当難しかったんじゃないかなというふうに思います。昨日の決勝戦はすごくお客さんも入ってましたし、加藤選手への注目度っていうのが高いっていう表れですから、それをまあうまくパワーに変えてプレーできたんじゃないかなとは思います。嬉しい再会も。試合後、加藤選手が投稿した SNS には、あのボールパーソンとのツーショットが。あなたが元気にボールガールを続けていると聞いて本当に安心しました。私からのプレゼント喜んでもらえるといいな。笑顔で写真に収まりました。全仏初優勝の快挙に、加藤選手にゆかりのある人たちからは祝福の声が上がっています。ドリンクを買うと加藤選手の声が聞ける自動販売機が設置してあるこの場所は、加藤選手が高校3年まで在籍した京都市のテニススクール。いやー、よくあそこまで最後までできたなと思って、最後は勝つことができてよかったなと。代表の石井さん、ジュニア時代の加藤選手をよく知る人物です。やっぱり自分で自分を鍛えていってましたね。タフタフ、もうエネルギッシュで、どんなことでもそれに向かってチャレンジしてトライしていくと思いますよ、彼女は。その結果やと思います。転機となったのは、四大大会の一つウィンブルドンのジュニア部門に出場した時。思うような成績は残せなかったと言いますが、その時の感じた手応えの方が大きいでしょう。これから自分がやっていけるという自信はこの頃から持ってるの違います。大舞台でプロの基礎を学んだといいます。こちらは加藤選手の胃袋を支えた店。小さい頃から家族でよく訪れたという洋食店です。ここで食事されたりとかしてくれてました。こちらの個室がお気に入り。そうですね、このメニューを食べて英気を養ったのでしょうか。食事中の加藤選手の様子は、そのより何倍も離れた人ときちっとコミュニケーション取るって、コミュニケーション能力が高いんやろなと思って、大人と対等に話していたことが印象に残っているということです。お祭りムードの地元京都府、快挙をたたえ加藤選手に対し京都府スポーツ賞特別栄誉賞を授与すると発表しました。テニス界も盛り上がりを見せています。都内のテニスショップには早くも加藤選手の快挙を祝う横断幕が。このマネキンが着ているウェアは、加藤選手が試合で着用したものと同じもの。店には早速。印象に残るので、ちょっと着てみようかなとか。購入を検討する客がいました。着ていたウェアはどういうのですかとか、商品ありますかって言ったやつは増えてますね。そして都内のテニススクールからも期待の声が。これからこのテニスやりたいなっていう方が増えてくれるかなっていうような、すごく追い風になるニュースでした。テニス界の明るいニュースを歓迎していました。